マルクール・フリーデン大妃は、ブラジル出身のサッカー選手。史上最多の生涯通算1329ゴールを挙げた伝説的ストライカー。ブラジル代表史上初の黒人選手でもあった。ドイツ人の父とアフリカ系ブラジル人の母の間に、生まれたムラート。1914年に、白人以外で初めて、ブラジル代表に選出される。 1919年のコパアメリカ決勝では当時世界トップクラスにあったウルグアイ代表を下す決勝ゴールを挙げ大会初優勝に貢献この勝利はブラジルの人々の目を本格的にサッカーに向けさせるきっかけとなり今日のサッカー王国ブラジルが築かれる端緒となったという点でも歴史的なものであったちぐりのニックネームはこの時に ウルグアイ人が呼び始めたのが始まりである。他の選手が白人で上流階級の子息ばかりだった中、フリーデンライヒは激しい差別を受け続け、その羊を隠すため髪をポマードで撫でつけ、さらにその上からネットキャップをかぶってプレーをした。このような状況はムラートであり、自身を白人であると認識していた、彼にとっては耐え難いものであった。 43歳まで現役を続け、1934年に引退。通算1329ゴールは、ペレの1281ゴールを上回る、史上最多ゴール数であるが、そのキャリアを通じほぼ無報酬でプレーを続け、サッカーから得た、目立った報酬は一件の家のみだった。フリーデンライヒは、 サッカーの生涯通算最多得点数歴代1位としてギネス世界記録に掲載されている。1969年に死去。ペレがフリーデンライヒに続く通算戦合ルを達成する3ヶ月前のことであった。ありがとうございます。